はい、どうも始まりました、サズチャンネルです。よろしくお願いします。今日はね、3日ぶりぐらいにミルワームのね容器を見たら、なんとじゃじゃん、羽化しました。ついに羽化しました。これがねミルワームの成虫です。まだね多分生まれたばっかなんかな。これは出ましたね、ついにミルワームの成虫が出ました。多分ね本当に今生まれたんかな、しばらく経ったんかわかんないんですが、生まれると思って、この容器にはね何日か前から分けていたんですよね。こんな感じみたいです。はい、先ほどね生まれたこの羽化したミルワームくん、こちらとサナギたち、まだこんなにいっぱいいます。あとはねまだね幼虫もまだちらほらいるので、こちらもねちょっとこのまま待っていこうと思います。はい、じゃあねミルワームが成虫になるまでのね、状態をちょっと見ていこうと思います。はい、じゃあこれでね順番順にちょっと並べてみました。さなぎになった順番でね、ちょっとこんな感じになります。まずこちらが幼虫です。もうねもうすぐさなぎになるぐらいの状態です。動かないですほとんど。でこれがねさなぎになりたての状態です。白いですね、真っ白で。そこからちょっと色がついてきて、このような状態がさなぎのちょっと固まったかなっていう状態です。これがわかりますかね、ちょっと足とかに色がついてきた状態です。この状態になるとね、だいたい今1週間ぐらい経ってこの状態になりました。でここから準備が整ったら、このようなね成虫が生まれるというね流れでミルワームは成長していくようです。はいはい、こんな感じでねミルワームがついに成虫になりました。まあ長かったような気もしますね。で毎日毎日早くサナギになんないかなとか、早く成虫にならないかなっていうのを思いながら育てていたので、成虫になったのを見た時はちょっと感慨深いものがありました。はい、じゃあねまたね、こういうような動画も上げていこうと思うので、よろしければ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それでは以上ウサウズチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。